写真撮れない役になった。はい、これ発熱反応します。煙出てるでしょ。要素が出てるから気をつけない。あんまり触らない方がいい。高い。え、象の歯磨き粉ってこれ象につけるんですか。じゃあのさ、イソジンのうがいとかあるじゃん、あれのあれと一緒なの、ああいうものと。なんかいろんな方向から出てるの。非常にいい匂いがする。美味しそう、食べれそう。あんまりくない、これ要素だから。うがい薬の匂い、多分あれでしょ、あの洗剤の匂いやね。そうそうそう。で、これエタノールね。おお。つけたらなくなる。これエタノールつけると、えらい匂いがする。溶けていきます。悲しい。せっかくなんでこれエタノールつけると溶けていくかも、みんなで調べておきな。めんどくさい。は何部だよ。生物ゆったり部。こっちから親指にグーってしてるように見えた。実験は考察があるから嫌いだよ。なんか残ってるエタノールつけて酸素とかが出てきてる。分かる、加酸化性酸素。じゃあこの近くで火つけて、エタノールに酸素つけるとどうなる。エタノール酸素反応するとどうなる。燃えるんじゃない。二酸化炭素の水でいいんでしょ。激しく燃えるんじゃない。二酸化炭素の水でいいんですよ、酸素に。あ、遅い。まあこれ要素のこともあるからね、調べておきなしっかり。おお、巻いてきたね。負け癖うんこなんだから。重すぎる。なんかソフトクリームパワーみたいな。ちゃんとちょっと赤いね、うん、下がちょっとソフトクリームみたい。もう一回シュッて。え、そんな。さよなら。あー、もごもごが。うわー、そんな悲しい。この前の内臓に負けず劣らず。なんか下の方色が黒いんだけど。なんか妖怪のなんか血みたいになってる。妖怪の血。え、なんかこの辺血じゃん。確かに食紅屋のおっさん。さあ高木、これを飲むんだ。いや、お前死ぬ死ぬ。オッケー、楽しんだ。はい、ちゃんとこのプリントあげるから、ちゃんと調べな、自分たちで。はい、じゃあ片付けやろう。はい、持ってきたよ、それを。終わった。もうなんかほぼ瞬間で終わった。言ってんじゃん、この瞬間で終わるって。え、あ、言ってたんですか。すぐ終わるよ。サンサンやってたの。